おっす、霊夢だよ。マリサだぜ。今日もプロスピエースやっていくよ。今回のプロ野球ゆっくり情報のコーナー。決戦日本シリーズ。ソフトバンク連勝からの米3連勝で大手と。今年のプロ野球もいよいよ大詰めだぜ。そして今日は雨天中止と。この雨がどう影響するか。結局はそれ誰にもわからなくない？友達になりたくないタイプですね。ショックなんですけど。冗談だよ。でもまあよかったな。友達じゃなくて、ショックなんですけど。うん、で日本シリーズですが、指定してから進めろよ。今年も盛り上がり上がってますね。やっぱソフトバンクって圧倒的強者のイメージだしな。横浜でソフトバンク連勝して福岡だったろ。正直このまますぐ決まるかと思ってたら。米の逆襲、地元でやられた借りは相手の地元で返すと、いやたまらん展開ですな。日本シリーズは巨人が出なきゃ盛り上がるんだね。悲しいこと言ってる巨人ファンがいますね。ベイスターズは地元横浜であと1勝すれば日本一なわけだけど、追い込まれてるのはソフトバンクと。でも残りの2試合が有原投手とモイネロだかんな。これはわからないぞ。第2戦ちょろっと見てたけど、よくモイネロから3点も取れたよ。それくらい圧倒してたもん。まあ、3点目は変わった尾形投手からだったけどな。モイネロはあんな切れ味抜群の球投げるのにコントロールいいしな。球はメジャーでもエース級だろ。あ、玉って野球のボールって意味で下ネタじゃ。思ってねえよ。いやはや羨ましい存在ですよ。よく考えたら玉がメジャー級っておかしいな。どうでもいいよ。雨で一日伸びたけど、ソフトバンクはどっちを最初に持ってくるんだろ。モイネロも中6日で明日先発いけるだろ。そこは順番変えず有原投手らしいぜ。そのままスライドするのか。この決断が吉と出るか凶と出るか。それは何を基準に判断するの？友達になりたくないな。右に同じだ。ショックなんですけど。うん、明日が楽しみだ。進めるなよ。泣いても笑ってもあと2日で終わりか。霊夢はやっぱベイスターズ応援してるの？巨人ですね。うん、そういうことじゃなくて、今年の日本シリーズ見てるときどっち応援してるのかって。これがとても複雑な気持ちでな。そうなんだ。ほら、打倒ソフトバンクでこのチャンネル始めたとこあるから。だからこそと言いますか、ソフトバンクには王者でいてほしいって気持ちもあるんだよ。まあ、オリックスに3連覇されてるのは置いといて、その王者を巨人が倒すってのが理想ですから、なんとなくわかる気するぜ。なので今年はベイスターズと熱戦を繰り広げてますが、完全に浮気現場見てる感じですね。わかる気したのは勘違いだったぜ。建前はどちらも応援してる。でも本当のところはソフトバンクに負けてほしくないのかもしれないな。ああ、複雑な心境。ちなみにだけどさ。何かな？プロスピの勝敗予想あるだろ。へえ、そんなのあるんだ。知ってたよね。ちょっと霊夢の予想を見せてくれよ。参考にしたいからな。いや、それははずいって。いいから見せろや、今すぐに。これが初戦な。なるほどなるほど。霊夢の予想は4対2でベイスターズ勝利と。まあ、ハマスタからだしね。結果は3対5で負けだったけど。ほら、点差は当たってるね。で、2戦目は4対1でベイスターズ勝利予想と。まあ、地元で初戦負けたしね。意地見せてくるかなと思ったんだよ。結果は3対6で負けだったけど。ほら、点差は当たってるね。福岡に移動しての3戦目は4対2でベイスターズ勝利予想と。さすがに一つは勝つだろうと。結果4対1で予想的中だ。スコア的中も惜しかった。5対1でベイスターズ勝利予想と。また1点違いでスコア的中逃しちゃった。5戦もベイスターズ勝利予想ですね。やっぱセリーグやし。オラプロスピやってくぞ。さて、たくさんの更新来まして、アニバーサリーも本番を迎えたって感じですが、サクッと一つずつ見ていきましょう。まずイベントはホームランダービーが来てますが、まあ、これは触れなくていいよね。いつものごとく感情を無にしてただひたすらに打ってください。S ランク契約書や A ランクのアニバ契約書ももらえるぜ。累計回収は忘れずに。で、イベントがもう一つ来てんだよ。クイズスタジアムミニ。こちらも1日10回、忘れずにやっておきましょうね。というのも、今日からスタミナ2分の1キャンペーンが始まってます。スタ半中は自動試合で V ロードを爆走するでいいのですが、クイズスタジアムの挑戦ゲージ満タンになってるはずなので、そこは注意だぞ。忙しいわい。スタ半は V ロードの日本一報酬を進める大チャンスだ。目指すべきは50回と100回と200回の S ランク次チーム契約書。今の時期だと完全移行してからが引くチャンスだぜ。今回で届かなそうでもなるべく進めておいて、来年のグランドオープンを目標にするのもいいと思います。個人的にはグランドオープン推しですね。さてでは本命行ってみよう。アニバーサリープレイヤー第1弾の登場だぜ。巨人からはこのレジェンド、坂本隼人選手の登場だ。隼人欲しい。もはやアニバの常連。アニバ隼人は2年連続で獲得中。今年で3年連続、無料10連一発勝負で。無理なんだろうな。欲しいですね。
でも60連はしないと。せえへん。今年は選択契約書と共に生きる。そう決めたんや。でも坂本選手は通常 S でまだ登場してないだろ。選択契約書では獲得できないかもだぜ。そこら辺が非常に怪しいよね。コナミのムッツリ感を感じずにはいられない。ま、通常 S で出たらミキサーで取るわ。いや無料10連でアニバトル言うてんじゃい。はい頑張って。というわけでアニバ来ましたけど、アニバ第1弾は無料10連しか参加しません。第2弾は私が回す予定だぜ。でこれはこの動画の最後に引きますが、ちょっとね、称号もやりたかったんだけど、また次回に回しますわ。今回はこの無料10連だけ？こいつを完全に忘れてました。ワールドチャレンジャー契約書。まずこれ引くわ。狙いはもちろんヒサさん。もはや画像をスクショするのも忘れてたくらい欲しい。欲しくねえじゃん。獲得できたらもちろん育成しますよ。限界突破口を使ってな。苦渋の決断だ。欲しくねえじゃん。とまあ今回はそんな豪華2本立てです。スタハンも来てることだしサクッと終わらせるぞ。ではまずはマリサの無料10連から。ならばせめて豪華3本立てにしてくれ。それはできぬ相談だ。なんでだよ。はいどうぞ、それどうぞ。さあ早く、今すぐ引くんだ。いつまで待たせる気だ。うるせえな。40秒で支度しな。この場合40秒は結構余裕だぞ。ま、時間はあまり気にせずやっていきましょう。3分間待ってやる。優しい。第1弾は私も無料10連しか引きませんが、欲しい選手は結構いるぜ。まずは坂倉選手。カープ純正はもちろん、称号で全同値にしたら12球団オーダーにも入ってくるでしょう。それが大変なんだけどな。まだ全然カープ純正進んでないから何とも言えんが、カープ純正の場合は総力型も大事になってきそうな。どうなんでしょう。はいお次はオースケン。最強助っ人ですね。オースケンはまだ極みで持ってないのでこの機会にぜひ欲しいです。そして山田哲人選手。能力が落ちてるとはいえ称号でパワー A のパワー型にすれば全然オーダー入ってきます。称号用の A ランクもそれなりにあるので準備はバッチリ。セリーグはあと坂本選手も狙いに入りますね。続いてパリーグはまず西川選手。と一応狙いに入れましたが、実は西川選手は去年のアニバ持ってるんだよな。もちろんカープの西川選手な。最新の西川選手も欲しいがカープ純正としては微妙なところ。これ獲得はカープ純正弱体化を意味するぞ。やっぱ狙いからは外しとくか。じゃパリーグ一人目がこちら。山川選手で。前回シリーズ1山川選手を獲得したけどやっぱ育成するならシリーズ2。ここ獲得したら迷わず育成だぜ。で最後ですね。最後は鈴木空投手。こちらもすでに極みで持ってます。今挙げた選手でオースケン以外は全員極みで所持してるぜ。と西川選手は抜かして狙いは全部で6人ですね。ちょうど半分か。中日の細川選手も強いけどなぜか A ランクと縁がなくてな。限界突破きついので。あ、ついでに無料10連引く前に契約書引いても15分間待ってやる。どうもです。いや実は完全移行まで取っておけない契約書。それが微妙にありまして。一挙開封するほどでもないし同成仏しようかと思ってたんだよ。この機会に引かせてもらうぜ。ではドブイロ10連から。ま、ここは軽い気持ちで。S ランク出たら儲け物くらいな感じで。さすがにもうシリーズ2じゃなきゃ育成する気になれないしな。あ、カープの場合は別ですが。シリーズ1でも全然カープ純正強化になりますから。そこ引けたらでかいんだけど。けむなけむなー。この同じ選手の B ランクが連続して出る現象は何なんだろう。巨人の菊池投手も2枚出てるし。うん、さすがにこれはカットしちゃっていいや。15分間待ってやる。カットしてください。不思議だ。さっきは優しいと思ってた言葉がトゲを生やして巻きついてくるようだ。じゃあもう一回引きますね。契約書はこれで引き終わるかと。うん、ここまでだな。では残りの契約書もまとめて。ドブイロが5枚。S ランク確率 10% 契約書が3枚。そして 30% 契約書が1枚。合計9連ですね。ここは S ランク出てくれよ。まあ今こうやって動画になってるってことはそれなりの引きができたってことかな。15分間待ってやる。ダメだ垂れ流されてるなこれ。是が非でも見せ場を作らなければ。やばそう。お願いします。15分間待ってやる。おめえそれしか言わねえな。なんかすみませんでした。完全に気を取り直して引いていきましょう。
改めてプロスピ20周年、そしてプロスピエース9周年おめでとうございます。こちらありがたくいただきますと、坂倉選手、オースティン、坂本選手に山田哲人選手、そして山川選手に鈴木空投手。欲しいのがこの6人な。自チームはそのままカープで引いてます。結局坂倉選手が純正も12球団オーダーも強化につながるしな。で、演出がただただ流れていきますが、厳しい。2枚引きもなさそうか。さて、自チーム確定はなしと、 S ランクも確定分のみっぽいな。あとは12分の6を引けるか勝負だぜ。 A ランクすらコネート、いいでしょう。最後の1枚にかける覚悟はできてるぜ。五分と五分の勝負、いざ尋常に。カープ純正弱体化しました。15分間待っ、有意義な時間は過ごせたかい？とっても、いや、まあ嬉しいっちゃ嬉しいんですけどね。これ信じてもらえないかもだけど、今回もいつも通りリアルタイム編集なわけで、まさかピンポイントで西川選手を引くとは。あんな前振りしたから当たりじゃない雰囲気出ちゃいましたが、12球団オーダー的には強化なので全然 OK です。リアルタイムなんだって？てめえがいつも言ってるやつだろが。おかしな子だよ、まったく。ではお次は私のターンのようですな。ワールドチャレンジャー契約書の前にご褒美タイム。287エナジー。回収できないこのストック経験値たちはどうしたもんか。スタハンでさらに経験値溢れるぞ。うん、なので今回はそんなに走らないかも。その分君が走り抜けたまえ、マリサくん。いいのやったー。さてワールドチャレンジャーな。ヒサさんをね、超絶微妙な心意気で狙いたいと思います。もはや引いてくんねえかな。まあ限界突破コーチは結構あるからいいんですけどね。ちなみに A ランク選択契約書もまだ引いてないんですが、ここでヒサさん引けなかった場合、トシコイ山口さんを選択するつもりだ。確かに山口俊さんはいつか巨人バージョン出る可能性あるな。とか話してるとさ、巨人引けちゃうから不思議だよね。普通に引けなかったわ。うん、普通に引けなかった。大丈夫？盛り上がってる？大事なのは霊夢がどう感じてるかだ。最高潮でいい。じゃあ最後にアミバハヤトを引き当てまして爆発しますか。そうですね。純正はいつだってシンプル。自チーム狙いそれ一択よ。とりあえず高橋久典さんに謝れ。どうもすみませんした。お、赤始まりはいいですよ。そうなの？私の豊富な経験が物語っている。あなた基本ランキングしかしてない無課金ですよね。ほら S ランク確定。それは確定してるから。違うわい。ってことはあと一つ確定出れば2枚引きだ。それくらいは知ってるぞ。おら2枚引き母音霊。こやつなかなかにありおる。このままこの調子が爆発したら自チーム確定だ。電源切開で。惜しい。亀裂は入ってたのに。気持ち悪いな。からの自チーム確定はないですか。そうですか。そうですか。そうですか。大道投手いいな、いいな。いやー、いらんっすね。私がこの引きをしたかったぜ。おら3枚引きじゃ。なんか言いました？いや、言ってないです。マリサも私の前で巨人引いたりするだろ。まあ確かに。その仕返しだよ。狙って出してる感出すなよ。さて S ランクは2枚でしたが、そんなことよりここで早田を引きたい。こちらからは以上です。あ、はい、ではどうぞ。カープ純正超強化しました。君は巨人純正ね。うまくいかないの。ほんとな。私の人生。あそこまでは。